んばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきまーす。どうした？え？いいやつだよね。助けに行く。任してください。よし、じゃあ行きます。我らの行く手、遮るものなし。結構あるな、距離が。死にたいのはまた一人。わあ、凄まじいのが出てきたな。やろ。おった。くそ。強っ。びっくりした。あいつを頼む。勝てるか、あいつに。力を貯めたこの攻撃、甘く見ないでね。寄れないな。頼む。寄れないじゃん。お、でもやってくれてる。さすがやね。さすがポンちゃん。どこ？大丈夫かい？いや、助けに来たに決まってんじゃん。確かに。オッケー。じゃあ戻ろう。みんな報告に来ましたよ。行きましょう。
行こう。一番奥か。マークがついてるんですよね。多分鍵持ってるんでしょうね。大丈夫、ポンちゃんが強いから。俺の攻撃一切効かない。うわっ、ワンキルされちゃった。やばい、俺が弱い。壊れちゃってるけど、どういうことこれ。みんな頼んだもん。あとは俺には何もできない。これ死ぬ。42と武器作んないとまずいな。何も聞いてない。ありがたい、ありがとね、ポンちゃん。いい戦いでした。よし、行こう。ありがとう、助かるよみんな。
がマスターの邪魔はさせるな。あら、敵よ、いた、そこだ。Wow. なにこれ、また変なの出てきたな。だいたいレオのアジトなんでしょ、ここ。頼むよ、みんな。もう俺何もできない、正直言って。うわ、ワンキルされるだけやもん。もうみんなに頼む。15、悲しい。ありがとう。わっ、さすがやね。あ、尻尾折れた。やるねポンちゃん。頭だよ、弱点。ちゃん大変だね。助けるよ。あれ、どこ行った？ごめんね、ポンちゃん。また尻尾生えた。止まらないな。めちゃくちゃなキメラだね。出てない？じゃあ待って。出なかったか。こっちだ。オッケー。助かる、みんな。弱点は出した。もうあとは任した。あ、ほんちゃん。俺やられる。お、サポートポンちゃんが全部やってくれた。レオはいる。お前たちだったか。とんでもないとこアジトだよ。掃除の手間が省けた。いや、気の抜けたこと言ってねえで。てめえどうだ、神殿に戻って一緒にやる気はねえのか。拳から生まれたと言われた男もいつの間にやら丸くなったものだ。旅立って以来神殿を顧みたことはない。あっそ、白竜あっての各社だってことは、それも忘れた。各社とは力の器。俺はそう考えている。より強大な力で器を満たしたいと考えることは、俺たちを各社にした白竜に報いることになる。そうは思わないか。あった、へりくつこねて逃げ回ってる臆病者だね。レオ、ちょうどよかったじゃないか。私の話をその人たちに。ああ、そうだな。このところロイグの体調が優れないんだ。だが見ての通り、ここでは治療もままならない。どうだろう、神殿へ連れ帰って面倒を見てくれないだろうか。いいよ。密偵でも送り込もうという魂胆か。それはない、誓うよ。レスタニアには医者という病を治す専門家がいると聞いた。その人に会わせてくれ。熱い。隊長、これかなり来てますよ。隊長、戻ろう。なんだかんだで目的は果たせるじゃない。元統率との再会は
残念だったけどね。いや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 、お、レベル一気に。じゃあ戻ります。行ってきましたよ。今回はここまでにしたいと思います。次回はこの続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。